はい、えー、ちょっと久々の更新になってしまったんですが、えー、ちょっとねあのすいませんあの予定がかなり立て込んでおりまして、えー、ちょっとねあのー、4月14日から,から19日にあのやる企画のね、えー、それの準備等々で今かなり立て込んでますでちょっと、ね、告知がまだできてなくてさすがにちょっと明日にはどんなに遅くても動画出せると思うんだけどちょっとねあのー、出す動画で、えー、っとその詳細企画の詳細について。 あの発表させていただきますのであのぜひちょっとね皆さん、えー、と特に東京近郊にお住まいの方、えー、夜の予定を夜の予定をちょっと開けておいていただけると非常に、えー、たし助かりますでございますので、えー、14日から19日あのまるっと1週間後ぐらいですかねの夜の予定夜の予定夜20時以降の予定をね あの、開けておいていただけると非常に助かります。すいません、ちょっと、もろもろ遅れてしまってなんですが、えっ、ー、と、そちらもお忘れなきようお願いいたします。はい。えー、まあ、で、それで、えー、っとですね、ええー、これも土曜日か、すいません、土曜日とかなんですけど、ええマコナリ社長の、えー、動画、新映画、壊れた監督とファンが知るべきシリーズ、えー、これを、まあ、見た感想を、ええー、まあ、ちょっとね、遅くなっちゃったんですが、一応話していこうというふうに、ええー、思います。ええー、思います。思います。で、見たんだけど、見たんだけど、うん、まあね、あのー、 浅いよ。 <laughs> もうどれもこれも、いや、結局だからもう彼の動画すべてなんだけどね、浅いんだ、浅いんだ、あの、なんだろう、あの、ま、エヴァを見た感想で、ま、自分がどれだけエヴァが好きだったかみたいなこととかをね、あの、なんか中学生ぐらいの時に見て、なんか最初、わ、すごいグロいなって思ったとか、なんか、あの、ま、とりあえずなんか、いろいろ感想を語ってはいるんだけど、まあ、あのね、にわかとは言わない、あの、にわかとは言わん、言わんが、一応見てるは見てるのはわかるんだけどさ、ま、なんだろう、なんかすごい捉えてるとこっていうか、その、なんか表面的なところにしか多分、うん、 作品のの良さが響いいいててななんだなっていうのを感じた別になんかそのなんだろういやそうじゃねえだろうとかそうは思わないんだけどあのすごいだからあの表面をなぞってるだけの感じがするんよねまあ別になんか見てないわけでもないしなんかそのオタクっぽい目線でなんかそのまあそのなな形式的なとことか結構見てんだけどなんかそのそこじゃなんか、うん、そ,そうなんかそのそこだけじゃねえんだよなみたいなのをねすごく思わせるようなあのすごいなんか。 浅いところだけをなんかそのスプーンですくってるみたいな、あの、上澄み液だけを飲んでるみたいな感じの、そんな感じの動画でした。で、あのー、まあ、それなんでそう思ったかっていうと、あのー、まあ、これ結構前なんだけど、柴田さんがね、えー、もうこの上映してすぐ、公開開始してからすぐぐらいに、あのー、まあ、えー、 動画を上げてて、その、まあ、あの、エヴァについて、あの、見てきたから、もう、なんか好きなだけ語らせるみたいな、まあ、その動画のリンク下に貼っておきますけど、やっぱりね、ちょっと、まあ、申し訳ないんだけどね、あの、柴田さんのその、レビュー動画と見比べてしまうとね、まあ、それはまあ、あの、ま、もともと、あの、なんか、発信者として、それはもう勝負になんねよって言われたら、それまでかもしれないけど、あまりにもね、チンプなんだよね、言ってることが。その、いや、あの、別にね、悪いとは言わない、悪いとは言わないんだが、その、まあ、柴田さんが、その、もう、あの、これ、容器がこれぐらいあるとしたら、もう、そこの方までも、これ、ググって突っ込んで、それ っって言って言下になんかあのプリンとかだったらそのなプリンのなんかみつ甘い蜜みたいなとこがあるところまでもうグワッて掘り下げてそれをなんか一口でガブって食べてるみたいな感じだとするとそのあのまこないの動画その表面表面のなんかその焼きプリンとかだとなんか表面のなんかあのペリペリってしてるところを剥がして剥がしてなんかペリって食べて「あーなんかちょっというコケベがついてますね」って言ってるみたいなそうじゃねえんだよそのなんか一番下の層のなんかちょっとちょっと苦いそのねカラメルソースの中にその,、ね、にあの苦みが入ってますみたいな,なんかそういうところとかまで、まあ柴田さんの動 と言及してるんだけどちょっと本当にだからその表表表,表をなんかなぞっただけみたいな感じのとこまでしかえっ、ー、とまあ、深入りしないっていうか不快社員ないって見,見てないわけじゃないのはわかんんだけどあのー、多分その感受性の魚って思ったその感受性っていうかそのまあ、作品とか何でもそうあのー、まあ、映画映画でもそうだしドラマでもそうだしあとはまあなんだろうねえっ、ー、とーまあ 絵とか、ね、美術品とかを見てその感じるもの,あのそれを見てそのなんかインプレッションを受けるものの,あの,なんかその、まあ、感度の問題かなって思ってやっぱ柴田さんの,そ,のなんかそういう感受性の深さと比べるとやっぱりどうしてもちょっと、うん、やっぱりなんか普通の人だよなっていう感じ普通の人がす普通の,なんかそのあ「エヴァンゲリオン知ってますよ」みたいな「一応僕全部見てます」みたいな人が言ってるぐらいの感想の感じを、うん、した、うん、っていう感じでまあちょっとくら、まあ、比べちゃうのは悪いっちゃ悪いんだけど、うん、まあちょっとそんな感じ 感じのやっぱちょっと比べどうしてもあのそっちの柴田さんの方の動画を僕が先に見てたから、あのー、ちょっとそっから比較するとちょっとやっぱだいぶ陳腐に思えてしまったなっていうのが正直な感想であのそれでまあクソ出すやっぱねもう本当だからあのそういうダサいとこ外さないんだけど結局だからさなんかそのまああの絵は本当大好きだですみたいなことを語った後にあのに最後にだからあの安野監督への,あの誹謗中傷のね、えー、下り下りをなんか言い始めてそれでなんかあの急劇場版が終わった後とかにその、まあ、安,安野秀明を殺すゲージ場みたいなのが立ち上がったみたいなね。 なんかかそのツイッターとかで話題にプロフェッショナルとかでちょっと話題にでしたけどあその話を持ってきてなんかもうそういうのやめようみたいなことをうそういうのって本当よくないよみたいなあのことを言い始めていやだからさそれさおめえが今悪口言われたくねえから言ってるだけだろお前そこをなんかさあの自分のなんかなんだろうじ自己弁護にまた持ってくのかってまたかよっていう話でもうこんなさなんかもうてめえてめえのなんかさ個人的なさんけな話にさ最後オチを持ってくんじゃねえよっていうもうそこでもなんかなんだろうねすっごい興ざめしちゃったっていうかまあもともと興ざめしてんだ けど京ざめがなんか更に加速したっていうかなんだろうねまあ、結局なんか自分のなんかそういう個人的な、ね、あの、まあ、自分をま,まなんか守りたいがためになんかエヴァを利用するのかよみたいななんか、うん、すごいだからああまあ高こいつっていうまあちょっとね非常になんだろうまあ <laughs> まあ本当にダサいダサいなっていうのを思ったっていう話でございますね。そう でなんかね、まあもういいんだけどさ、なんか最後の方でね、そのなんか誹謗中傷はやめましょうみたいなことを、まあ散々言ったという、なんかもう好きなものはやればやるほど好きではなくなる。責任感、他、えー、者貢献の方になっていくみたいなことを、まあ言ってるんだけど、いや、なんかさ、それって本当にそうなのかなって思って、あのー、まあその動画の最後の方でね、それはちらっとしてたんだけど、好きなものはやればやるほど好きではなくなる。いや、それは本当に好きじゃないんじゃないのって僕は正直思ったね。いや、好きだったら、あの、やいや、やればやっただけ好きになるでしょうっていう話。うん、まあそう、なんかさ、そうじゃなくて、 なんだろうね、まあ、好きなことだったらその、まあ、どんなに結構、まあ、そういう辛いこととかがあったりとかしてもそれでも乗り越えていけるでしょっていうふうにまあ僕は思うんだけど好きなものをやればやるほど好きではなくなるっていやそれはそうどうかなって思うね僕はちょっとその感覚は理解できないなっていう感じそれはねあのー、なんかあのそれなんとなく、あのー、あ自分これやってみたいやってみたいかもって思ってたけどやってみたらやっぱ面白くなかったみたいなね、うん、なんかその程度のことってのは本当に好きなことじゃないっていうかそれはなんか自分の天職じゃねえんじゃねえのかなとか僕なんかは思ったけどね、うんまあそれは もう,あもうやめたいとか思うこととか、それはね、何やってたって思う,思うけど,、うん、ど、どうだろうね、僕はやめたいとは思わないかなっていう話、うん、まあ好きなことだったらね、やめたいとは思わないけど、うん、まあやるの、まあちょっと物理的に続けらんないなとかそういうのは思うけど、やめたいとか、うん、あこれ好きじゃねえなとか思わな,い思わないかなって思う。これは別に仕事に関してもそうだし、うん、なんだろうね、まあ、趣味に関してもそうだし、まあ恋愛とかに関してもそうだし、うんまあ、やればやるほど好きではな仲なって、なんかちょっとそれってどうなのかなって僕は思った。それはそうあの 本当に好きななななななことんんじゃなくないんじゃゃくいいいのかなっていう,そうだから、うん、モチベーションとかが続かないっていう、うん、そういう話なんじゃないのかなと思ったので責任感他者貢献の方に行くねそれはさあのそういう人は確かにいるかもしれないけど少なくともまこなりお前ではねえぞっていう話お前がやってることはあのなんか責任感もクソもないでしょっていう話でねあの責任感も全くないしあの他者貢献なんかもともと鼻から吸うつもり全くねえだろうっていう話、ねあのまあ、あのゴミみたいな商品をさらに情報着者に、ね、あの高,高価格帯で売り,か売りつけてくけ さそそれででではもうううお金を絞りて絞りりりてて取るのがのがああなたがやりたやいいことでしょっていう話そうでだからそれであのそれを正当化するためためにこうやってなんかその動画でキレ事ばっか発信してるけどやってることはもうなんかね、えー、もうド,ドブみたいにあくどいことやってるぜっていう、えー、話だから全然だから何、うん、だろうね、うん、すごいなんか全てが嘘で塗り固められてるなっていうのを最近すごく感じるよねっていう話だよね。うん、まあそんな感じで、うん、まあ、ちょっとねあのーまあ、柴田さんの動画とやっぱもう見比べちゃうとちょっとどうにもどうにもこうにもやっぱすごい ねやっぱちんあのチンプさがね、うん、拭いきれないなっていう話なんだけどあのやっぱり柴田さんのねあの動画ねちょっと見ていただいた方はわかると思うんだけどあ この人ってもう本当に、本当にエヴァのことが好きで好きでたまらないんだなっていうのがもうすごい伝わってくるわけよね。そう、めちゃめちゃ伝わっだからさ、本当のファンって多分そういう感じだと思うよね。マコナリのそのなんかエ,エヴァに対する気持ちっていうのは本当にだから、うん、なんだろう、あのー、まあ好き度で言うと、やっぱあの、本当に柴田さんの100分の1あのにも満たないのかなっていう、だ見てるのは確かにまあ見てんのかもしれないけど、でもなんかその、うん、作品のなんかその、アン監督が本当に伝えたかったんじゃねえかってか思うところまでは多分なんか彼は、 あの到,達到達せずに見てるな、まあ、さらっと見てる感じさらっとなんかその情報として一応取ってはいるけどなんかその本当の伝えたかったことっていうのは多分多分彼にはまこないには届いてなかったんだろうなっていうのをやっぱり柴田さんの動画を見てねあのすごく思った。うん だから、なんだろうあの、柴田さんの動画、何がさ、あの、すごいかっていうと、やっぱその、完全にだからその、なんかの、あの、クリエイター目線で見てるっていうか、クリエイ,クリエイターっていうか、その作り手側の、あの、視点を持って演出、あ、こう、こう,こういう演出するんだみたいな、最後のね、あの、玄道と真珠のマトロのとかあ、こんな演出あるんだみたいなとか、完全にだからその、まあ、あの、プロレスとかでね、あの、いろいろ演出を考えるから、あの、ま、まあ、そこに、あの、やっぱりその、エンターテイナー、やっぱりエンターテイナーとしてしっかり見てるっていう感じがした。その、エンタメとしてその作品を見て、その、なんかこういう風に感じたとか、俺はこう思ったみたいな。 なんか感情がこういったられたみたいな,なんかそういうところまで、あのー、か,かなりその分析してあの研究してるからそのすごいだからなんだろうああなるほどなって思うところがすごく多かったし、うん、まあまあやっぱ根本的な感受性がものすごい豊かなんだなっていうのをやっぱあの見ててあのすごく思ったから、うん、そうだからすごいねあーあ,のあーそうなんだって僕ねあのすごい納得したところがあってその柴田さんの動画を見ててあの最後ねごめんなさいこ,これネタバレなんで、えーとまあ、万が一あの見てない方はちょっとここで動画を止めてください。あのね、ちょっと劇場はこれから見に行くって 人はちょっと止めてください僕もねあのまあえっ、ー、と、まあ、見てからの感想っていう話になるんですけどあの最後のね あの、まあ、ヒロイン3人いるわけじゃないですか。あやなみれいと、あと、アスカと、あと、マリね。うん。で、あの、まあ、マリエンドになるわけですよね。最後は、最後は、その、えー、まあ、シンジ君は、その、まあ、マリと結ばれるわけなんだけれども。いや、それについて、あの、まあ、僕が見た時に、あ、そっちって感じ、あの、え、そこ行くのっていう気がしたのよね。うん。まあ、それはもう、あの、長年、えっ、ー、と、まあ、あの、まあ、旧アニメ版とかから見てる人間からすると、あ、そ、あ、そこに落とし込むのみたいな感じがして、まあ、わかんない。あの、自分がちょっとアスカ推しって、あの、やっぱり、あの、ダントツアスカ推しなんでも、 ずっともう一筋え十何年だもう17年ぐらいあの身からしてみるとあそっちなんだっていう気になったんだけど柴田さんのそのまあ考察だとあのやっぱりその。 なんだろうえー、綾波レイかその飛鳥かどっちかにしちゃうと、そのレイ派と飛鳥派がもう結構ガチで戦争しちゃうと、ガチで戦争しちゃって、それもうあの収まんなくなっちゃって、いろんな労働とかがまあ生き起こっちゃうから、だからマリなんだぞっていうふうに俺は理解したみたいなこと言って、あそういうこと、なるほどねっていう、まあ確かに、あの、まああの、イと飛鳥どっちがいいみたいな話で結構割とその、まあ友達同士とかでもしても結構割と大激論になるわけですよね。いや僕はもう完全にもう、あの、飛鳥一択なんだけど、完全に飛鳥、飛鳥一択でしかないんだけど、でもやっぱあのね、結構レイ、 人気は結構強くて「えお前絶対それはそれないよお前絶対それあの現実世界で考えたらそんなありあのお前絶対消耗しまくってそんなあのうまくいかねえぞみたいなまあそのとおりだけどうまくいってないけどねだからだから現実世界でこうやってうまくいってないんだけどあのそういう話とか結構だからバトルになっちゃうからやっぱりそのいろんなねあのまあなんかそのいろんな考察をしてる人とかにすべてに答えを与えたっていうことを柴田さんは言ってたけどだからそのこれはこうなんだっていうのをしっかりね示したのかなっていうのでちょっと僕はそ そこだけねあのー、なんかあの腑に落ちなかったっていうか「あのうんあそうなの?」っていう、うん、感じがするまあそれでなんか「えー?」とはならなかったけどいやまあちょっとまあそれは単純にあのスカ推しの気持ちが強すぎてなんか「あそうなの?」っていう気持ちがあのー、ちょっと。 で、高まっちゃっただけなんだけども、うん、あ、そういう考え方もあるんだっていうのがね、すごくね、納得ができたよねっていう話。いや、だからさ、こういう話になるわけじゃん。多分本当に多分さ、ずっとずっと、あのー、見てさ、あのー、なんだろう、まあ、好きな人とかだとね、うん、いうふう風になると思うんで、ちょっとね、うん、ま、来ないとこの会話がしっかりできるかどうかってね、僕はね、もし、あの、本人と会って話すた時にはね、ちょっと、どうかなって思う。なんか、そこまでのこととかって考えてないんじゃないのかな、な,ないのかな、とかいうふうに思うわけですよね。そう。で、 まあそんな感じで、まあちょっとマコナリは浅かったよねっていう話なんだけど、まあ僕自身がね、まあちょっとせっかくなんでこのね、あのエヴァンゲリオンこのシリーズ見てどう思ったかっていう話をね、せっかくあの機会なんで、まあ話そうと思うんだけども、あの僕もね、あの15歳でした、初めて見たの。15歳の時に見て、高校1年生かな。うん、高校1年生15歳、16歳ぐらいの時に初めて見て、で、あの、まあリアタイムのね、あの、まあ小学校2年、あの1、2年ぐらいだったんだけど、多分リアタイムでね、あの、でもその頃僕、テレビ禁止だったんで、あの、まあポケモンとウルトラマンとドラえもんしか見せてもらえなかった。で、まあその、まあなんか エヴァンンゲリオンっっっててていう作品自体がやってるってことは知ってたあの学校とかでその残酷なあの天使のテイテとか流れてたから一応存在はして友達とかが「エヴァやべえエヴァやべえよ」みたいなことをあの言ってるのを聞いてたから存在はしてたんだけど内容は知らなくてそうでなんかあのまあ歳16歳ぐらいになってであのまあ,あの実家を出されてて寮で一人暮らししてる時とかに初めて見たんだけどいやもうリアルでその16歳とかでシンジ君が14歳とかだからあの同じぐらいのほぼ同年代ぐらいの時にそに初めて見たからいやその衝撃たるやっていう話よね。 多分他の,あの人たちもしかしたらまあ共有できる人一部いるかもしれないんだけどあのなんであのそこまで感情移入しちゃった,ったかっていう話なんだけどあの、まあ、シンジ君の気持ちがねあの結構リアルで分かるのよね分かるっていうかもう結構似たようなシチュエーションをあの現実世界でけあの経験したからそのねあの言動と、ね、あのシンジ君の関係ねあれとかも結構割とリアルだったからその自分にとってでもエヴァに乗らないならなんかお前には価値はないみたいなでも何かそれは留保と僕に置き換えるとその幸福の科学のあの後を継がないんだったらお前に価値 じゃなないいみたいなそうだからお前はゴミだみたいなねそういうのそういうのとかあのやり取りとかずっとしてきたからそのいやあこれ俺じゃんみたいなめっちゃ俺じゃんみたいな感じで当時はもう本当にめちゃめちゃのめり込んだのを覚えてますねであの僕ほんと映画とか漫画とかあのドラマとかあと あ本とかでも何でもそうだけど、よっぽどなんかその仕事で何,何かその、まあ、使うためにあの何回も見なきゃいけないとかそういうのじゃない限り基本1回しか見ないんですよ。あの、ど,どんなものもね。基本もう1回で全部お覚えるからそういうのは。そう。だからなんだけど、エヴァだけは多分3回か4回は見てる。その旧あの劇場版ね、そのアニ,アニメ、アニメの、えー、とテレビ版とかね、あの、そう、それはもう3、4回ぐらい見てる。で、ちょ、ちょっと待ってね。そう、あの、あれなんですよ。本当だからその物とか持たない主義だから、あの、あんまりその家に物とか置かないんですけど、でもね、 これ、はい。あのね、DVD あります。DVD があって、で、ちょっとね、あのー、これ9、9番とあと、えっ、ー、と、上波か。上と波まである。で9、9はちょっと買ってないんだけど、そう。まあ、これね、劇場版見て見に来たから、そう。で、このね、あのー、DVD、ちょっとこれ持ってこよう。そう。まあ、これあるんだけど、まあ、これ買う、買うぐらい。そう。まあ、あれなわけですよね。うん。まあ、これで、そうそう,そう。まあ、僕が実際どれだけ、 あのまあはまっていたかということがねあの言えると思うあのこれ証明できると思うんだけどこれねえちょっと話すれちゃうんだけどこれあのまあこれ DVD その 3, 3巻からしかないのよでこれ1巻と2巻がこれな,ないんですよでこれなぜないかっていうとまあある人に貸してででそのままもう永久に帰ってこなくなっちゃったんだけど うん、ちょっとねこれはねあのこれはまたちょっとねこれはこれでか,かなり長いエピソードになるのでちょっと別の動画で話しますこの、ね、1巻と2巻だけがないわけっていうのがねこれ実は結構、うん、割とね非常にあの思い出思い出いかかなり、うん、トラウマトラウマというか思い出というかあのがあってちょっとこれについてはねまた別の動画で話しますあの消えた1巻と2巻っていうね、うん、話なんだけどそう、あのー、まあそんな感じなんだけども まあね、まあ、そんな感じで僕はだからあの本当リアルにしんじくんの,君の,あの立場とかリアルで経験したからもうめっちゃだからあの結構本当にリアルでわかるわけよそうだから結構そのなんだろう,うんあなんかこういうことを思うのって僕だけじゃないんだなっていうあの本当に世界で多分一人だけだと思ってたから同じシチュエーションにいるのがそうだからあのあでもこのしんじ君んはあ俺とめっちゃ一緒だって思ってでまあその書いてるその庵野監督あのは多分だから何だろうどどこかでかでわらないけど多分自分自と同じシチュエーション も間違いなく経験したんだろうなっていうのがあのその時思ったし。うんそうだからな,なんだろうね。うん、結局だから9。あの吸盤だと結論が出ないまま行ったんだけども、そのなんだろう。あの新劇場版になってから、そのシンジ君が成長していく。あのー、形みたいなのがそう。あのー、現れてきてあなんかこうやってそのきあの旧劇場版あ,あのその？ 9番の頃っていうのはまだ僕もだから高校生ぐらいの時とかだったからで、えー、と確か大学1年生か高校3年生かぐらいの時にその新劇場版がそう始まってっていうのがあってそうだから僕も答えが出なかったよね当時こう当時あの答えが出なくてその自分の人生についてのそうでそれがあのやっとだから、えー、と今32歳かになってそれであの全てのねあの答えがやっとそろ、まあ、ったっていう話なんだけれどもそうだからねあの、まあ、柴田さんが結構自分の人生にあの重,ねあの重ねてっていう話をあのしたんだけど僕もそうでした。 僕もだから本当にあのシンジ君はもう完全に僕だったんでそううん、だからその当時はあのシンジ君と一緒で答えが出なかったそうあの高校生の頃はねそれがやっぱ32になって今の年になるとあのー、まあその後にいろんなうよ曲折がありましたよもう航空の科学と絶縁してねでまああの父親と絶縁してあの僕の場合だから多分ねあのキャラクター的に言うとあのシンジ君よりあのあの多分ネジが多分10個ぐらい抜けてんだよね多分そうだからシンジ君って言うよりどっちかっていうと初号機より多分あの初,初号機よりなんだよね多分その性格がそう だからうち、まあ、にこもってなんかこもう僕なんかダメなんだってそうなった時期も確かにあったあの高校生の時とか結構そうなることも多かったんだけどいや僕はもうなんかそれより、はあ、ふざけんでお前ふざけんでもぶっ飛ばしてるぞみたいな感じの気持ちの方がだんだん強くなっていってそれがねだん、まあ、だんだんだからその、まあ、自分が年を取っていくうちにある程度自分のやってることとかであのちょこちょこ成果が出るようになってき,き,きてからあの変わってきた部分は確かにあるのかもしれない何の実績も成果もなかったら多分うち、まあえー、にあのこもって引きこもってるだけの真実 と同じように、今もね、僕もなってたかもしれないんだけど。うん そう僕はだからどっちかっていうと初号距離もう暴走してもう高速区高速なんてもう取り払ってやるっつってうわーっつって「流歩死ねえ!」っ,ってやって流歩を今あの,あの,あの暴走モードに入ってぶん殴りまくっているとかあの今の僕なわけなんですけどもあのまあそんな感じでね、うん、まあだからそれぐらいだから結構ねもう自分自身にめちゃめちゃ重なる部分があ,のあったねそんなあの作品だったのでもちろんね当然当然もあのバイブルとあの言っても過言ではない作品でした。あのまあ、であとはねあのもう一つ、まあ、エヴァで、えー、非常に重要な 要素があるとすれば、あすか、あすかはね、あの、僕はもう、あの、ずうっと、だから、もう見てから、ずっとあすか推しですからね。僕はもうあすか推し、あの、一筋ですから。そう、な、もう、当時だから、中高校一年生の時に、その、まあ、エヴァを、エヴァを見て、それで、あのー、まあ。 その僕の恋愛観っていうのは3人の女性によって作れたという話がありましてそれが1人目が飛鳥で2人目が戸田恵梨香さん戸田恵梨香さん戸田恵梨香さんというか正確に言うと戸田恵梨香さんが演じるデスノートの昔の映画ね昔の映画版のデスノートのみさみさとあとは当時高校時代生の時に付き合ってためちゃめちゃバイオレンスな彼女あのあれねんかベルトで叩いてきたりとかあとなんかろうそくまあ あの市販のロウソクであの SM 用のろうそくじゃなくてあの市販のろうそくとかで、えー、なんかもタボタ垂らしてきたりとかね、あのーまあ、あと一緒にいると1日平均10回ぐらい殴ってくるみたいな、ね、そういうバイオレンスなあの彼女と当時付き合ってたんだけど、えーまあ、それがねちゃんと初めて付き合ったあの彼女は初めてちゃんと付き合った彼女でそ,う、あのーまあ、そのね飛鳥、えー、と飛鳥の 戸田恵梨香さんとあのみさみさとあとは、えー、と当時の高校先生の時の彼女この3人の女性によって僕の恋愛観は、えー、そこであの形成されたとあ言ってそれであの32歳になってまあ今に至ってはこんなあのこんな感じで屈折に屈折を重ねてしまったというね、えー、まあ、そういう、まあ、ことがあるわけなんですがそういった意味でもあのまあ、その恋愛観的な意味でもすごくバイブル、えー、だったわけでございますね。そう まあ、そんな感じで、ええ、まあね、もう話し始めちゃ始めると多分もうね、あの、中田敦彦のなんか YouTube、あの、大学ぐらいのね、長さになっちゃうかもしれないんだから、もうそろそろやめておくんだけども、そう。 だからね、僕にとってもそれぐらいの作品でしたっていう話でございますね。でね、柴田さんがね、動画の締めで言ってた頃ですごく気になったというか、いや、なんだろう、ちょっとね僕はすごく忘れないというか心に刻んだ言葉があって柴田さんいわく、エヴァは史上最高の作品であってこれまでも、今までもこれからもエヴァを超える作品はない、それは断言できるという うふうにまあ言ってたんですよ。で、まあ柴田さんを思ってそこまであの言わせてしまうっていう。まあ、そういう作品なわけであって、そうでまあ、それを聞いて僕がね。思ったことがあの。 僕はね、ちょっとその柴田さんの、そのこれまでも、えー、そしてこれからもエヴァを超える作品は出てこないと言ったね、その言葉を僕は覆したいなというふうに思いましたね。そう、やっぱりその、まあ、映画を作ってる人間としてね、映画監督として、えーまあ、実際映像作品をあのこれから、えー、もあのずっといっぱい作っていきたいと思ってるんだけれども、そう、あの、まあ、柴田さんがもうこれからエヴァを超える作品は出てこないだろうというふうに、まあ、言ってたんですけど、ちょっと柴田さん、柴田さん待ってくださいと。待ってくださいと。 俺が超えてみせますよと。うん。これ作品作、作ってみせますよ。超えるというか、あの、なんだろうね。まあ、それは、えー、なんだろう。まあ、超えるっていう表現がどうなのかわかんないけれども、あの、まあ、柴田さんをお、お、お、これはと。 売らせせるよううななぐいいいの作作品をね僕はちょっと作って見せたいなととてたにあの強く思いました、ね、でまあ、のまずはねグレーゾーンあのとりあえずこれは6月4日公開、えー、で、まあ、これはまあ柴田さんにももちろんあの見ていただきます、えーまあ、あのまあ映画館ね、えー、もしだから、えー、ご都合のあ会う時とかにはあのどこかでねあの見ていただけようと思うしもしお忙しくて見れなかったんだったらその DVD、まあ、とかでこれは必ずあ、まあ、見ていただきますこれは、まあ、歌えるさんのねあの、まあ、主題歌の件とかもあるんでこれはあの見ていただくことには確実にそうなるわけなんですけれどもそうまあさすがにねまあ,あ あのまあいまあ、一作でね一作でその、まあ、柴田さんのこのエヴァへのね積年の思いみたいなのをねそれを超えられるとはそ,れはそうそう簡単には超えられないというのは分かってる、まあ、だけどもこれからねあの作っていく作品ねあのこれ何十本作っていくと思うけどその中でねあのいや柴田さんがいやこれはすごかったこれはちょっともう本当にもう文句なしですごかったとあまあ俺はあの,あの時動画で、まあ、エヴァを超える作品はこれから出てこないって言ったけどその言葉は撤回するよとヒロくんと、うんまあ、そう言ってもらえるぐらいの、まあ、柴田さんを唸らせられるぐらいの 作品をねあの僕は今後作りたいなというふうにあの動画のね、えー、コメントを見て思いましたというわけで結構だから自分の中にね、あのー、まあ投資の火がついたなっていうのを感じましたね。そうまあそんな感じでいやまああそこまでねあそこまであのー、しっかりあの多分あのさあの映,画映画の作品とかしっかり見てる人ってなかなかいないと思うからその柴田さんにあのあこれはすごいというふうにねあの言わせられる作品をね作りたいなというふうに思ったんで頑張りたいなということで結構モチベーションが上がりましたっていうそんな話でございました。はいまあそんな感じでもう、まあこの間 話なんかどうでもよかったんだけどどう,どうでもしても,ど,ど,もう、あのー、どっかに行っちゃったんだけど一応ねまあコナリ社長がそんな動画を、えーとまあ、エ,エヴァの劇場版を見た話をしてたのでちょっと柴田さんの動画と見比べるとちょっとお,おいおいって感じだったっていうのとあとはまあね僕自身の、えーまあ、エヴァンゲリオンという作品についての、まあ、思いとかね、まあ、細かいところはもう省きますもう技術論とかになっちゃうからその、ねあのまあ、プロフェッショナルとかあのもう見たんですけどあそのア,ンアンドカンとかねあのアングルとかにめちゃめちゃこだわってるんであれとかねめちゃめちゃ分かるんですよめっちゃ分かるんですよであのそれ何があれ,あれかっていうそのやっぱカメラを置く場所ってのめちゃめちゃ重要なわけ であのまあ映像と今その動画、えー、こうやって撮る時はここにカメラを置いてるけれどもその映画とかだったらまあここに登場人物がいてこっから撮るかとかこっから撮るかとかいやこっから撮るかとかそういうのあるわけよねでそれはあのー、実際その、まあ、例えばその室内のロケとかで撮ってる時とかってその物理的にあのカメラが置けない場所とかが出てくるわけですよね。そう本当はだだかからあののー、の例えばだけれども、えー、ここのなんかその えーとか壁のこっち側ぐらいからその,の絵が撮りたいんだここで2人が喋っててこっからの絵が撮りたいんだっていう話でこっからの絵撮りたいんだったらじゃあ本当に撮りたいんだったらこ,れここにあのカメラ置けないじゃないとカメラが置けないから物理的に撮れないっていう話になる,なるわけですよねでもマジで金があったらあのここの壁をぶち抜いてあのセットとかにしてぶち抜いてこの,あの,あのここの2メートル先ぐらいから撮ったりとかそういうことが可能なわけですよねで、まあアニメとかだったらあの絵,絵だからねそういうことができるわけなんでだから、あのー、なんだろうアングルがめちゃめちゃ変わる作品って言ったら「の化け物,あの物語シーズ 化け物語とかあれとか見た人ととかかかかるるけけど結構すごいあのアングルから撮ってるわけよねあれとかものすごい工夫してるんだけど実写だとあれは基本やっぱ無理なのよ。まあできるっちゃできるけどめっちゃ金かけないと無理なわけであってでやっぱ限られた予算の中とかで取るんだと本当はこっちから言りたいんだけど、うん、でもそれ取れないだったらちょっと妥協してあのこっち側から取ろうとかいやそういう話とかになるわけよね。うん、でもンド監督は多分それをだから極力なくしたいんだろうなっていうのがあの見てて分かってだからそのために何回も撮り直し撮り直しって言って予算めっちゃかけてか時間かけてとかいうのはわかる。 じゃあわかるそのアングルがめちゃめちゃ重要っていうのはすっごくもうそれはああのー、まあ、その通りまあこれはあの、あのー、なんだろうまあ,あの、まあ、プ,プロの視点なんだけどねそうなんだけどやっぱりその限られた予算っていうのが現実の中であってその中でどれだけいいものを取れるかっていうのがやっぱりねあのー、まあ、限られた資金の中でやらなきゃいけない人間の中では、うん、まあ、それが条件になってくるのかなっていう話なんで、うんまあ、僕もねまあ今は全然だからあのそんなに大きな資金とか動かせないんだけど今後はあの それはもうもちろんあの自分が撮りたいあの絵をどれあの再現どれだけできるかっていうのにかかってるわけなんだから、うん、そういうねまあお、まあ、大きい資金とあとは、まあ、時間とかをねしっかり確保あスケジュールを確保できるような、まあ、そういう作品にね、えー、もう撮れるような、えーまあ、監督になっていければなというふうにまあそれぐらいの,あの実力と評価を身につけていきたいなというふうに思いましたっていうそういう話でございます。はいまあ、グレーゾーンはねねとととりりああえずもうい今ののののののころの現状の、まあ、あの撮ったの2年年前前だけどあと2年前の当時で、えー、できる限りの、ねあの ま、お金とかできる限りのあの時間スケジュールの中でその中でできる、えー、ことはね。あのー、まあ、や,やったんじゃないのかなという風に思うので、あの今のね。現状の僕ができるえー、まあ、ベストを見ていただければなという風に思いますえー。6月4日から公開でございます。ぜひ見てください。はい、そんな感じでええー、と。まあ結局長く喋っちゃったんだけど、えー、そんな感じのまあ、エイパンゲリオンのえー、まあ、感想関連のいろんな動画でございました。はい、そんな感じでございます。